それでは状況を開始します。状況開始。攻撃にあたってはまず敵の細部、陣地地域などの状況を解明することが重要です。赤の第一隊の敵部隊の撃破を命じられた普通科共同連隊は主力の攻撃に先立ち偵察活動を行います。右手をご覧ください。オートバイで編成された情報小隊のオート接攻が侵入してきました。
工房に密接に連携して火力支援を行う部隊であり、攻撃準備射撃は攻撃開始および事後の攻撃を容易にするため、攻撃開始に先立って火力の優越を獲得し、敵の防御組織を破壊することを目的とした計画射撃です。続いて侵入してきました車両は中距離多目的誘導弾です。通称中途と呼ばれ、中隊の攻撃を妨害する敵陣地の戦車などに対し射撃をします。中途の射撃準備をご覧ください。こちら中途、射撃準備完了。先ほど侵入してきた FH-70 が陣地侵入を完了し、射撃準備を開始しました。特化部隊は本来後方地域で陣地を占領しますが、本日は射撃準備の様子をご覧いただくため本会場で展示を行います。特化の射撃準備の様子をご覧ください。引き続き射撃を継続します。攻撃準備射撃は敵陣地地域に特化部隊の砲弾が絶え間なく弾着します。大きな音がします。ご注意ください。人用から戦車用通路まで一挙
突することが可能です。4隊長、こちら施設障害者一列車駅タウン了解。連合隊および特化部隊は障害者両を援護せよ。こちら特化了解。連合隊了解。大きな音がします。ご注意ください。障害者一列車駅障害発車。
領と共に突入します。特科こちら特命部隊突撃支援射撃隊分、こちら特科了解。大きな音がします、ご注意ください。突撃支援射撃初弾発射、初弾弾着5秒前終了します。